里のフラッグは弥生賞を勝った時と同じ1枠1番から、雨もあんまり苦にしないこのマッチョが今回久々に優勝できる、そんな気がします。アリストテレスは僕の結論として実績最上位じゃないし、今回調教の過程がどうも微妙な気がしてるんですけど、ジェネラーレウーノ今回大逃げ宣言出てます。ジョディでオークス、大逃げがましたミュートー雅くんご指名でどういう競馬するかちょっと楽しみにしてます。モズベッドは人参食ってないでトウモロコシ食え。こんにちは、モスマンです。 AJCC のちょっとしたまあ予想動画です。リアクション動画をね今回撮ろうと思ってるんで、まあ、それにまあ連動する形で、まあ、ちょっとだけですけど、まあ、予想的な内容も出したいと思います。今回の一番人気はおそらくアリストテレスですよね。まあ、ルメール騎手ですしね、菊花賞でコントレイルをいじめ抜いたアリストテレス、実力やいかにっていう、まあ、そういうレースじゃないかってことはお話ししたんですが、当日の馬場がね多分不良馬場ですよね。さっき土曜日の競馬見たんですけど、すでにもう重馬場でしたので、明日もずっと小雨みたいな予報でしたから、おそらく不良馬場ですっていうところをまあ含んで、今僕がちょっと今予想しているのは、アリストテレスを外そうと、1着から3着までからは外そうと考えてます。でそのまあ一応理由っていうのもまあありますので、それちょっとお話しさせていただきまして、本命はサトノフラッグの予定です。 2番手ウィン・マリリン、そして3番手をコバから1頭引っ張ってきて、モズベッドでもステイ・フーリッシュでもなくて、ジェネラーレ・ウーノをちょっと予想しました。それをまあちょこっとだけお話しさせてもらって、あとはちょっとリアクション動画の方をお楽しみいただければと思ってます。アリストテレスを切った理由なんですけれども、調教っていうよりはね、調教に関してのちょっと大人調教師さんのコメントがね非常に引っかかったんですよ。まず調教が動いてないっていう事実があるわけですよね。で1週前もで当週も、調教がちょっとピリッとしない内容だと。でおそらくこの、まあ、競馬記者から質問が飛んでると思うんですよね。調教いまいち、その時計的にも微妙ですが、動き的にも微妙ですがってことを言われて、いやこの馬もともと動かない馬だからと、ね、で動かないのが分かってるんだから、当週追いも、格下の馬選んだと、ね、調教がけする馬選んでもどうせ2馬身も3馬身も先行かれちゃって、あだから、動かないの分かってるんだから、か相手も、まあ、格下の馬を選んでやったんだと。だから動かなくていいんだと、動かないっていうのは分かってるんだから動かないんだっていうね、まあ、言ってみたらその調教がこうちょっといまいちピリッとしないことを、まあ、正当化するためにあの手この手で言い訳してるっていうような構図に僕は見えたんですよ。でまあ実際に調教がけしない馬で、まあ、実力でね勝たれてしまえばもうそれまでなんですけど、まあそこにまあ競馬のギャンブル性があるわけじゃないですか。なんで私はアリストテレス今回はね、ちょっと調教がまあかけないかけないって言っても、ちょっといい加減調教、まあ、ちょっといまいちなんじゃないかと。そして1週前追い切りの段階で乗り役は何て言ってるかっていうと、重いってはっきり言ってるんですよね。なんでね、追い切り3本消化して最終の投手追いも入れると、まあ、4本になるみたいなんですけど、これでちょっとね出来としては 7,80 点、まあ、70点ぐらいじゃないですかね。馬体も少し重いと、で投手もやっぱり、まあ、いまいちちょっとかけてないっていうところで、調教がけしないと言いつつも今回はだいぶ割引いるかなっていうところですね。それでも両馬場で競馬するんであれば、やっぱりコントレイルと、首差の競馬をした実力さえあればね、それが本物であれば、上体一息完勝一歩手前でもやってくれるんじゃないかと思ってましたけど、不良馬場が予想されますので、やっぱりね下が悪くなって、でちょっとねこう体もまだちょっと重いと、
あるいは息もちょっとまだ入りきってないとか、そういうような状態で舌悪くなるとやっぱり持たないでしょうねと思って、まあ、今回はまあ負けてもルメール騎手、言い訳簡単ですね、ババが悪かったですって言えばそれで終わりですから。里のフラッグは逆にね、調教とってもいいそうですよ。そして、国枝調教師、今週はね、里のフラッグのメンタルに関して言及されてましたね。アーモンドアイルが、まあ、対象格がね、厩舎を去って最近は周りの馬に対して威張り出したとね、なんかボスずらし始めたってことで、この辺はまあ結構いい兆候ですよね。何しろやっぱり競馬行って切った張ったら競馬して周りの馬を倒していかなきゃいけないんで、まあ、俺がっていうね、やっぱり我の強い馬ばっかりですよね基本的にね。走る馬なんかみんな我が強いですよね基本ね。そう思うとむしろその3歳の春なんかはおとなしくて可愛かったんですって。でその状態で弥生賞あんな勝ち方するんだから、それ逆算するとポテンシャルすごいんじゃないかっていうね、まあ、ちょっとツイッターでそんなことつぶやいてみたんですけれども、そういうのちょっと面白いなと思って、で調教も動いてるって言いますし、弥生賞もあの時も舌が悪かったの中で、まあ、大外から、まあ、まくって勝ったみたいにあんまり道悪気にしないのかなっていうのが僕の中であります。だから多分サトノフラッグを馬券買われる方はね、やっぱ弥生賞を一つ参考になさってる方は多いんじゃないですか。であの時も実は1枠1番なんですよね、よく見たらね。で今回も1枠1番だし、まあ、距離は一ハロン伸びますけれども状態も良さそうだし、ボスすらできるまでにねメンタルアップしてきた彼だったらこの厳しい AJC ね、不良ババこなしてくれるんじゃないかなって期待も込めての本命です。マリリンは本当は両ババだったらこっち本命だったんですよ。ひいき目抜きでマリリン今回やれるって思ってます。で53キロももちろん魅力ですが、そもそもこの馬は実績で言ったら2番手なんですよね。アリストテレスって今回1番人気ですけど、実績的に言ったら最上位では決してないじゃないですか。まあちょっと辛いこと言うと、たかだか菊花賞2着だけでしょって、重賞勝ってないでしょっていうね、重賞未勝利じゃないですか。そこ行くと実績ナンバーワンってサトルフラッグ、そしてコバも言えたらジェネラルウーノなんですよ。フラッグは弥生賞勝ってるね、そしてセントライト記念2着、菊花賞も3着、 G1 もちゃんと入って3着で入ってるし、そもそも重賞勝ってるじゃないですか。でジェネラルウーノも京成杯勝ってる、皐月賞3着でセントライト記念勝ってるのかなっていう感じで、彼もまた重賞、彼はもう重賞2勝馬だしね、 G1 3着にも入ってるし、まあ、この2頭がおそらく実績最上位じゃないかなって僕は思ってて、サトノフラッグ馬は僕本命です。そしてマリリンは、フローラステークス勝ってオークス2着、ここは春素晴らしいですよね。ただ僕が重要視してるのはエリザベス女王杯4着のこっちっすね。こっち何しろこのエリザベス女王杯相手強いっすよ。はい、あの前回の動画で僕間違えてフラッグとマリリンコバ初対戦だって言ったんですけど、間違えてました。マリリン去年もうエリザベス女王杯でゴリッゴリのお姉様たち相手に4着頑張ってましたね。はい、あの時1から5着の掲示板入った中で3歳馬唯一マリリンだけです。で3歳馬最先着で 1,2,3 着はラッキーライラックサラキアラブズオンリーユーですよね。この3頭がこの後どうしたかっていうと、皆さんご存知の通り有馬記念に行ってサラキアが2着、あと 100m あったら差し切ってる勢いだった。そしてラッキーライラック4着ラブズ6着っていう感じで、クロノジェネシスやフィエールマン相手にかなりいい成績上げてるんですよね。そう思うとあの時の 1,2,3 はちょっと抜けてる。でもその次に来てるんだから、マリリンはコバとやった時にもうコバに通用するっていうのを証明してるんですよね。まあ実績的にナンバー2だし、僕はもう証明済みだと思ってるんで、まあここはもう普通にやりゃ普通に勝つだろうぐらいの気持ちだったんですけどね。だけどちょっとね不良ババになっちゃうってことで、調教師さんも両ババならっていうねリクエストつけてるんですよね。そう思うとねやっぱりババが渋るのはマイナスっぽい。ただ53キロ先行馬ですからそこは有利かなっていう思いで、やっぱね、まあひいき目抜きプラスやっぱひいき目に見て2番手ですかね。
やっぱマリリン応援しないでこのレース見る意味ないですから、僕にとってね、本当に。なんでやっぱそこですよ。はい。そして3番手をジェネラーレウーノにしたっていうのも、今回調教師さんね、もう行くって言ってますね。しかもたるい逃げじゃなくてハイペースで逃げるって言ってます。もうそうじゃないとこの馬の良さ出ないっつってね。なんで、ハイペースで逃げるからには去年のオークスジョディで、初めての G1 騎乗で、しかも府中の2400をねかなり大胆に逃げた武藤みやび君を乗せるんだと。大逃げかますからにはあの舞台で腹の座った大逃げかましたみやび乗せるんだよっていうね、こういうジョッキーの起用の仕方はなかなか楽しいし、そして屈腱炎明け2回叩いて状態上向きっていうのもどうも間違いないみたいだから、まあ僕スクリーンヒーロー好きだしということでね、マリリンの隣の枠ですよ。スクリーンヒーロー、スクリーンヒーロー、スクリーンヒーローの親子丼の可能性だってあるっす。っていうことで今回ちょっとジェネラルウーのね、武藤みやび君で大逃げ、これ確定です。これおそらく外からジャコマルも突っつくと思うんですけど、おそらく引かないでしょうね。そして桃色帽子の大外3頭がマリリンも含めてスタートよっぽど仕組んない限りは大外から3頭がガーッと内にまくっていく、そういう切れ込んでいく。最初の2波論はちょっと楽しみですね。どの、馬が先手取っていくのか、まあジェネラーレウーノが行くにしてもどの辺が内側から行く馬と外から切れ込んでいく馬のこの辺のポジショニングとかね、今回は最初の2波論本当楽しみですからね、これちょっとしっかり見ていきたいですね。はい、あとはねラストモズベルド、駆け込みですけどモズベルドは、迷ったんですけど次走にします。次、なんでかというと、森田調教師が難しいんですよ。森田調教師がね 80% って言ってんすよ。でこの人が 80% って言ってんのはちょっとうちのはまだ 80% なんで今回はっていうね、謙虚な 80% なのか、宝塚記念で黒野の3着入ってるうちの馬が 80% あったらこのメンツだったら十分だろうと、8割で勝てるんじゃっていう、そういうねおらついた8割宣言なのかが分かんないんですよ分かんないですよ。8だって宝塚記念で3着入ってる実績馬ですから 80% の出力あったらこのメンバーだったら勝ってもおかしくないですよね。ただやっぱちょっとね体調がいまいち良くなかった有馬記念の後で、海牛がいまいちってことで人参だけはよく食べるっつってね、人参ずっと食べてて体重も戻ってきたし体の張りも出てきたっていうコメントですが、人参はベータカロチンでしょ、アスリートなんだから、それはやっぱ動力系のタンパク系食べなきゃダメだと思うんですよ個人的に。トウモロコシとか麦ね、オーツとか蜂蜜かけたりリンゴ吸ったり、あれ生卵落としたり、まあ、いわゆる勝負会馬なんて言ってね、レース当日の朝はいつもとは違った特別な動力系の穀物を会馬として与えるわけじゃないですか。それを考えてもちょっとねやっぱ体調が重しくなくて人参ばっかり食べてるっていうのは、僕個人的に人参食ってねえでトウモロコシ食えよって思うわけです。つまり穀物系のタンパク質を含んだ動力系の会話食べてくんないと走れねえんじゃねえのっていうちょっと思いがあって、人参食ってる馬に思い印は打てねえっていうねそんな理由でモズベルドは今回外してみたっすね。だからモズベルドはここである程度ちょっと前に来るようだったら次楽しみですね。はい、以上です。マリリンとフラッグちょっと楽しみにしたいし、ジェネラルウーロがねどんな感じで武藤みやび君が今回逃げるのか、最初の2波論しっかり見ていきたいと思います。以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。